こんにちは、ゆきです。今日はね、じゃん、映画疾風ロンド、こちらを買いました。はい、こちらはですね、6月の28日に発売した、映画疾風ロンド、僕が買ったのが特別限定版ですね。初回生産限定版の特別版です。はい、ちなみに僕はブルーレイの方を買いました。はい、こちらなんですけども、まあね、先に言っておくと、さっき言った28日発売なんですよね。で、僕ね、ちょっとね、予約をしていたので発売日当日には来てたんですけど、まあちょっといろいろ取れなかったりして、ちょっとね、発売日から1週間くらい過ぎちゃってるんですよね、今撮影してる時が。だから、それからまたいつ上がるかってなるとね、またもうちょっとこう後ろに流れちゃうような気もしちゃうんですけど、まずはね、種類なんですけど、さっき言ったね、僕が言ったこのブルーレイディスクの、特別限定版のものと、あとはね、これの DVD 版の特別限定版っていうのがあるんですよ。はい、で、これで2種類で、あとは、普通の通常版の DVD 版っていうことで、まあ3種類かな、3種類あるみたいです。はい、なので、さっき言ったこの特別版が2種類、DVD とブルーレイ、あと DVD の通常版のみということですね。で、通常版の方は、なんだっけ、DVD1 枚組で、こちらの特別限定版の方は2枚組ということになります。はい、で、DVD とブルーレイ、同じね、特別版でも、ブルーレイディスクの方の、特典映像の2枚目の方の特典映像ですね、そちらが、ブルーレイディスク版の方は DVD 版の、特典映像のボーナス、ボーナスディスクか、ボーナスディスクは、ブルーレイであっても、ボーナスディスクは DVD 版になるということみたいです。あの DVD 版の方はね、両方とも DVD なんだけど、ブルーレイの方に関しては、特典ディスクは DVD になるみたいです。はい、っていうことですね。で、まあ、こちらの疾風ロンド、まあ、映画ね、僕見に行きたかったんだけど、これもまあ見に行けなくてですね、まあ、なんか面白そうだなということで、はい、ね、なんだっけ、これはなんか僕もこれちょっと小説、疾風ロンドって小説みたいなんですけど、僕ちょっと読んだことなかったんですけども、なんか2013年に発表されて、なんか瞬く間にね、100万部を超える大ヒットとなったこの小説が、なんかまあ映画化されたよと、実写映画化されたっていうものみたいですね。はい、ね、だからなんかこれ最初パッと見た時、あ、なんか面白そうだなと思って、はい、ね、阿部さんだったり、関ジャニの大倉くん、あとは大島優子ということで、まあ大島優子は AKB、 関ジャニの大倉くんみたいなね、あとは阿部さんみたいな、阿部さんっていうと、ね、これで言っちゃっていいのかな、まあ言っちゃうとすると、テルマエロマエだっけ、違う、テルマエロマエ、なんかいいか、テルマエロマエだったっけ、うん、でね、主演しましたけども、その阿部さんですよね。はい、でね、表がこんな感じ、裏はこんな感じなんですけど、でね、今回この、大島優子がやっている役、スノボで、なんかね、その、まあ、なんていうのかな、そのストーリー上、なんかそのスキー場になんか、ものを探す、その、盗まれたっていうか、なんかね、あれを探しに、出かけた時、小島優子はそのスノボーに乗ってるんですよね。まあなんか本人曰くスノボー結構得意というか好きでやってるらしくて、まあ好きなもので、映画で自分の役がそういう役柄でっていうことはなんか言ってたみたいですけども、非常に僕ね、これ楽しみですね。ちょっとね、早速、まあね、喋っててもしょうがないんで早速開きたいと思います。時間だけどんどん過ぎちゃうんでね、うん、はい、お待たせしました。今ね、袋を取りました。袋を取るとこんな感じでね、これなんか取れるんですね。これね、大きいタグだったんですね。うん、こんな感じになってました。はい、
こうかな、こんな感じだね、うん、でタグが取れるとこんな感じになります。はい、でこれなんかあのボックスに、あ、ボックスっていうかケースみたいになってますね。あのこのこのこうなんていうの、なんとかボックスみたいな、うん、ちょっとわかんないけど名前。早速ね、開けたいと思います。オープン、トゥットゥルー。おお、あ、こうなってるんだね。裏こんな感じです。表こんな感じ。通常版の方は普通のケースにこういったパッケージが入ってるんだよね、確かね。これはなんかあのプラスチックというかこの開きパチパチって止まるやつじゃなくて、ちょっと、ね、中開ける前になんかいろんなものが入ってるっぽいんで、開けちゃうとバサバサ落っこちちゃうと困るんでね、先にちょっと中のものだけ取り出します。はい、じゃあね、今ね中のも取り出したので、ちょっと早速中いきます。オーブン、ドゥッドゥドゥー、ドゥクシー。おーお、ちょっといいですか、僕も見ていいですか、よく見てないんで。はい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 、はい、こちら阿部さんの方の一人だけ乗っている方が、あ、ブルーレイのディスク本編ですね。でこっちのゆうこと、大倉くん感じのが乗っている方が特典ディスクの方になるみたいです。はい、こんな感じ、わかります？うん、こんな感じです。はい、あとはね、中に入ってたものなんですけど、こちらなんか DVD のお取り扱いについてのなんかわかんないペラ紙1枚と、あとね、なんかあのこのシップロンドのなんか作家さんなのかな、書いてる方のあのシリーズ、なんかいろんなこういう本が出てるよってシリーズのなんかあの紙1枚と、あとはあのこちらなんかあのこういった DVD があるよとかっていう紙、まあ、もちろんここにシップロンド今回のね買ったもののあれもあります。こういった紙が1枚入ってました。あとはね、さっきほども言ったように通常版は DVD の本編のみなんですけども、このブルーレイと DVD の、特別限定版の方にはさっき言ったボーナスディスクの他にこちらですね、これ確か何だったっけ、フォトカードセットということで、フォトカードが、この中に入ってます。こんな感じでね、はい、フォトカードになってます。はい、でね、さっき言ってた、デジパックデジパックブック型ケースっていうみたいです。さっきのこの外箱っていうの、わかんないけどね、はい、らしいです。はい、まあ、こういったポストカードが1個入ってるよっていうことでしたね。はい、あ、そうそうそう、それでね、まあこの中のポストカード何枚も入ってるみたいなんで、ちょっとやってるとねまた余計時間食っちゃうのかなと思うので、まあこれはねちょっとこの今日はこういうのが入ってたよっていうことで中はこう見ないんですけども、まあその辺はごめんなさい。はい、ちょっと省略します。はい、ということでですね、今日はですね、6月の28日にね発売した、映画シップロンドのですね、ブルーレイディスク特別限定版の方を買ったよっていうことで、簡単になんですけど、開けてきました。はい、これね、僕先ほど最初の時にも言ったんですけども、この小説なんですよね、小説、読んだことなかったんですけども、映画化になってなんか面白そうだなっていうことで、見に行きたかったんだけど行けなくて、まあ、すごい楽しみです見るのが。はい、なんかね、2013年に100万部を超える大ヒット、もう超大ヒットということのなった小説の映画実写化ということで、まあ楽しみです。時間がある時にね、まあね、まだ見てない DVD もいくつかあるので、それをやっていくとすぐに見られるかなって、まあそういうの後回しにこれを先見てもいいんだけど、今ね、ちょっとその駆け引きがあるんですけど、まあちょっとすごい楽しみです。はい、気になる方はですね、下の方にもリンクの方貼っておきますので、ぜひそちらの方からチェックしてみてはいかがでしょうか。まあ、僕ねちょっとやるのが遅れちゃってるんで、もう持ってるよって人も当然いるかと思うんですけど、まだ持ってない方、ぜひ、気になったらチェックしてみてください。ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。シャバダバイバーイ。